飛行型の怪物が接近している。戦闘用意。空を飛べる怪物だってよ。鳥みたいなやつに違いない。対空ミサイルで怪物を撃破する。コンバットフレームは対空ミサイルに接近する敵を撃破せよ。来たぞ。数が多いぞ。こんな大群だとは聞いてないぞ。射程距離確認。対空ミサイルとコンバットフレームの援護がある。歩兵部隊ひるむな。こちらボマー作戦。空が怪物だらけだ。弾が当たらないぞ。これからあなたのサポートを担当します。よろしくお願いします。作戦エリアに侵入する。飛行型の群れを確認。警戒してください。こいつらも地球上で増殖する可能性がある。全て殲滅しろ。こちら輸送。対空ミサイルは近距離では役に立たない。歩兵部隊、対空ミサイルに近づく敵を倒せ。エイリアンの体を調査した結果、弱点が判明しました。エイリアンはある種の汚染物質に極端な反応を示すようです。何？それはつまり大気汚染に弱いということです。お前よ。北京ではこのことが決定的に作用したと考えられます。エイリアンは大気汚染に直面したことがないというのか。撃数残りわずか。作戦成功は目前です。飛行型、もう一度言います。注意してください。赤いやつがいるぞ。やべえぞ、赤いのは絶対に強い。赤い怪物のデータが必要です。赤い怪物を攻撃してください。のせいでしょう。飛行型を生み出す元凶というわけか。以後巨大な飛行型をクイーンと呼称します。クイーンを攻撃し撃破してください。
大型の怪物は飛行型の女王だ。駆除しろ。撃墜に成功。こちらボマエアリアボマトまだ別だ。奇人走者攻撃しには危険が伴う。気安く呼ぶんじゃないぞ。